LINE で自分のことばかり話してないですか。だってさ、 LINE でもメールでもいいよ、書いてあることが全部自分のこと。あ、自分がこうで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 、うん、はいはい。年齢を重ねてきたお二人から見て、こういう人間はサイコパス、ソーシャルパスだった、関わらない方が良かったっていう経験ありますか。今そういう人に会うと分かりますか、ということで、これはちょっと待ってください。もうマサと松浦めっちゃ詳しいです、どうぞ。はい、ですね、はい、近頃の若い子に多いですね。あ、多い、サイコパス多い、サイコパス分かってない、自分がサイコパスだと全く分かってない、ただ単に自分は意志が強いと思ってます、うん、ああ、そういうこと、自分が意志が強くて、はいはい、自分はこういうふうに我が強くて、うん、自分が思ったことはこうでって、それってお前ってさ、うん、自分のことしか言ってないじゃん、サイコパスって言うんだよって言って、サイコパスって結局精神的な、まあ、病気に近いものなんだけど、まあ、そうそう、近いほど自が強い、うん、ちょっとな、うん、だってさ、LINE でもメールでもいいよ、書いてあることが全部自分のこと。あ、自分がこうで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 、うんうん、はいはいはい、お前サイコパスだろって。ちなみにそういう女性は松浦雅人は好きか嫌いかってどっちなんですか。好きです。いや、それ振り回されるから振り回されっぱなし、あのさ、あっち行ったりこっち行ったりも、だから怒るんじゃん、お前タクシーねえな、車乗っけてやったんだったってめえよ、はい、じゃあ逆に、昨日はどうもありがとうございましたっつって、助かりましたとか言って LINE が来る女性の方がちょっと逆に苦手ってこと、はい、ちゃんとしすぎてるから、しすぎてる、ちゃんとしすぎてる子はちょっとダメ、苦手。いや、だけどほら、この前ちょっとその話しましたけど、あの子どう思うって、いや、あの子絶対ちゃんとしてるからいいじゃないですかと、リッタちゃん言ったでも、言ったでしょ、ダメでしょ、ダメです、ちゃんとしてるから。なんでちゃんとしてたらダメなの、何それ。ノリが合わない、ノリがでもノリが合いすぎてサイコパスすぎるのもちょっと嫌でしょ。嫌でしょ。サイコパスは嫌だけど、でもなんかそのわがままはいいんですよ別に、はいはい、だけどさ、もう人の言うことをまるっきり聞かないっていうのは嫌じゃないですか。嫌でしょう、うん、それは嫌だなと思った最近思う。サイコパスって怖いなって。だってサイコパスの人にお前サイコパスだよって言ったら怒るからね。あ、何言ってんのって言われて。あ、ではそう考えるとさ、なんか俺この配信たまに見てて、彼女欲しいみたいなことを言いつつ、本当にこう針の穴に糸を通すぐらい難しいよね、うん、だって、うん、普通の人ってちゃんとした人がいいんやもん、うん、で割と世の中的にちゃんとした人ってこう、うん、割と大多数ちゃんとした人じゃない、うん、なまあまあさ、うん、うん、ものすごいさ、じゃあ頭が良くて東大出て礼儀正しくて頭が良くてさ、うん、何でも答えちゃうようなお嫁さんいい？いや、それは嫌でしょ。そういうことだよ、俺は言ってんの。そういうこと？はい、はい、こんばんは。会社に一人だけ攻撃して自分を上げようとする女性のサイコパスがいます。荒削りですがポテンシャルはあるように思います。時間はかかりますが愛情を持って育てるかクビにするか迷っています。どちらがよろしいと思いますか。え、この人は首にできる立場にいる人なの？じゃあそうじゃないですか。どうですか、まあ、それはさ、人によって違うんで、うん、俺はこういうの好きだから、うん、ですよねこういうのは好きですよね。使うね、使う、うんうん、それなんで、なんか使いようがあると思うんですか。何するか分かんないから面白いじゃんって。だってまだ荒削りなんだから、よく磨いたらどうなるか分かんないよ。だってさ、ダイヤモンドだって、まあ、原石だよって言うように、磨けば磨くほど光が輝くんだから、磨く。そういうところが結構懐太いですよ、広いですよね。全然そんな風には思ってませんけど。いや、本当にマジでサイコパスって、本当のサイコパスは嫌だよ。
まあ、いやでもね、あのね、わからないんだよね、サイコパスか、サイコパスどうか。裏切りをサイコパスやとありますよ。そしたら自分がなダメなんじゃないの、裏切られちゃうぐらいの、なるほどな、そんなもんですよ、好きなんですよな、はい、はいはい。